今日はサイコの講義について、面白い研究があったから紹介するぜ。え、世界で一番最初にセックスした生き物の紹介？そうだ、様々な化石から最も古い交尾姿勢も考えられている。世界初の、姿勢。少しエッチなテーマだが真面目に解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。サイコの交尾を行ったのは古生代のデボン紀に栄えたバンピ魚類の仲間だ。バンピ魚類？え、魚ってこと？魚って大概受精のイメージがあったけど。そうだな、特に原生の甲骨魚類はメスが放出した卵に、オスが精子を振りかける体外受精が一般的だ。だが、軟骨魚類のサメやエイなんかは体内受精を行う、すなわち交尾が存在するんだ。そうだったんだ。っていうか、軟骨魚類とか甲骨魚類はなんとなくわかるけど、バンピ魚類って何？バンピ魚類は、シルル紀後期に出現し、デボン紀に栄えた原始的な魚類だ、石炭紀には完全に絶滅している。特徴は、顔と上半身が外骨格で覆われており、装甲のようになっていることだ。なんかロボットみたいでかっこいい、板みたいな皮っていうのにも納得だね。さらにこの魚類は、歯は持っていないものの顎の骨が歯のようになっており、獲物を捕食できたと言われている。サイズは様々だが、ダンクルオステウスなんかは6メートルを超すかなり大型の魚類で、サメを超える攻防力があった。てかこんないかついガチガチしてそうな魚が交尾してるって想像できないね。まあ、実はこのダンクルオステウスが交尾を行ったかはわからないが、交尾を行ったであろう証拠が見つかっているバンピ魚類を2種類紹介しよう。まず、交尾を行うということは体内受精をするということだ。2008年にフリンダース大学のジョン・ロング教授は、バンピ魚類のマテルキスキスの化石を調査した。するとこの魚には、体内に胚、すなわち胎児を残していたことがわかったんだ。さらに、母体と胚の間に細いチューブのような構造があった。え、へその緒ってこと？そう、まさにへその緒があったんだ。現在見つかっている胎生の脊椎動物はこの種が最古になる。ちなみにこの発見までに見つかっていた最古のものは、中生代三畳紀の慶長サウルスという海生爬虫類だ。だからこのマテルキスキスの発見によりその記録は約2億年も塗り替えられたことになる。すごい、結構先進的な魚だったのか。胎生だった証拠は分かったけど、交尾に使うあの物の証拠もあるの？そう、もちろんその証拠も、さらにどんな風に交尾が行われていたかのシミュレーション動画まである。この証拠も先ほどのジョン・ロング教授が発見している。さっきの胎生の証拠が見つかった後は、どのように交尾をしたのかという証拠が必要だ。そこで世界中の古代魚の化石を調べまくった。交尾の証拠を求めてすごいね。結果、ミクロブラキウスというバンピ魚類の化石からその証拠が見つかった。名前のミクロブラキウスは小さな腕という意味があり、小型で体長約8センチほどの魚だった。もともとこの化石には一対の骨張った腕のようなものとクラスパーのようなものが見つかっていた。クラスパーって何？クラスパーとは交接器や交尾器という、軟骨魚類などに見られる構造だ。今は普通に男性器として聞いてくれ。さらに、別の化石からはメスの生殖板という、オスのクラスパーを体に固定するための構造も発見されたんだ。これらの発見から、オスとメスのモデルをうまく配置すると交尾の姿勢が取れることが判明したんだ。すごい、化石から交尾を紐解いたんだね。でも気になったんだけどそのクラスパーっていうの、画像見ると2本ある？棒が2本ついてるってこと？そう、2本ある。厳密に言うとこれは男性器とは少し異なるんだ。ついている位置を見ると想像できるが、おそらく胸びれが発達してできたものだと考えられている。ミクロブラキウスのクラスパーの詳細は分かっていないため、同じくクラスパーを持つサメで説明すると。サメも同じく、2対のクラスパーを持っており、それらを器用に動かしてメスの生殖器に挿入する。ただ、精子は総排泄口というクラスパーの付け根にある穴から出てきて、それがクラスパーの溝を通って先端まで運ばれる。一方でいわゆる男性器、陰茎には中に尿道が通っており、そこを尿や精子が流れていく構造をしている。そしてもちろん尿道は膀胱や精巣とも繋がっている。こういった違いから、男性器とは区別してクラスパーと呼ばれているんだ。用途は同じでも他の機能や成り立ちが違うのね。ちなみにサメのクラスパーは割と自由に動かすことができるが、ミクロブラキウスの場合はそれはできない。硬い骨でできており、骨盤に固定されていたそうなんだ。ずっと興奮してるみたいね。そこで使われたのが、一対の腕の構造なんだ。そうだ、確かにどんな姿勢で交尾をしていたのかずっと気になっていた。ではどんな風だったのか、ジョン・ロング教授らが作成した、おそらく世界最古の交尾の動画を見てみよう。
すごい、これが世界最古の交尾。横に並んで腕を組んでいたね。そう、ミクロブラキウスはクラスパーを動かすことができないため、腕をこのように互いの体を固定して、挿入しやすいようにしていたんだ。化石からここまでの発見ができるのか。ちなみにこの発見からは、脊椎動物において生殖構造を発達させた最初の例ということがわかった。さらにバンピ魚類はすでに絶滅したグループだが、この生殖期をはじめ、対になった腕や初期の歯など、現代の脊椎動物が一般的に持つ特徴が最初に発生したことが示されている、非常に興味深いグループなんだ。確かに、人間のルーツは思いもよらないところにあるんだね。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった、ためになったという方がいればぜひ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。